もう一度言おうじゃねえか。3月19日プロレスリングバサラ宴、第21代ユニオンマックス王者藤田実、筋肉聖人君子神野正人、春到来バサラの宴でお花見なんてどうですか。神野のタイトルマッチが決定した。そうですね、まあ、できればやりたくなかったなっていう感じですかね。印象としてはですね、そうですね、まあ、どんどん体がでかくなってどんどんですね、偏差値低い感じでお姉様になってきたなっていう印象ですね。偏差値は低く筋肉量は多いだけ。じゃあ、タイトルマッチ決定する。やはりこう、なかなか手作りが完成にているその中で、ケイジンがの時にでも、キトさんにあと少しの余裕がどうしてもあるように感じられる、あと少しの余裕を、この筋肉で、この筋肉で丸飲みする。その舞台って、立ち見じゃないですか。なので、もうキッチキチに入ったらどんな感じなんだろうなみたいな、ね、はい、4330万人の人間、まあ、自分の中でプロレスというものは表現力対表現力、私の表現力もね、まあ、最近もなかなかのもんやと思いますから、まあ、そうですね、離婚して人生のズバリになって、あとは怪我
がですね、流行り病かな。一番長く生きた怪我、膝がこう、ずっと神の正人はですね、本当にね、レスラーとして成長するのを知っているっていうか、体だけは本当成長してですね、本当にあの化け物みたいになってきてるんですけど、応援しないじゃないですか。おっぱい。だからですね、やっぱ私が普通の人間の私が勝つしかないと思ってるので、はい、ぜひですね、怪獣大使お楽しみください。この筋肉で藤田稔の腰から引っぺがしてやろうと思います。集まりやがれ。今度のユニオンマックス選手権試合は人間対怪獣。お前にやれんのか。当たり前やろ。3月19日プロレスリングバサラ宴ユニオンマックス選手権試合、王者藤田稔 VS 挑戦者神野正人。チケットピア、チケットペイ、各種プレイガイドにて発売中。よろしくお願いいたします。